はい、お付き合いいただいた実験動画今日で最後です。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、実験いただいたノーカットというかノーカットの早送り動画今日で最後になると思います。はい、でその前に、はい、今日のお茶、今日はお茶です。ほうじ茶、やっぱりね、お茶が一番おいしい。あー、やっぱお茶が一番おいしいですね。じゃあ、今日もあんまりね時間がないので、今日は蓋の部分を作ってボタン付けて終了になると思います。もうサクサク終わる。今日はもうほんとサクサク、もうこの10分間どうも作業動画一緒に作業しましょうレベルでございますので。はい、では、開始したいと思います。はい、始めるよ。はい、でまず鎖編み3目で立ち上がって、そのまんまね、いつものとように1目ずつ細編みを編んでいきます。よいしょよいしょ。もう実際のスピード編んで、うんちゃらあんちゃら作るスピードっていうのは結構ね、皆さんも編み物をするから分かると思うんですけど、結構時間かかりますよね。だから実際10分間ぐらい、約10分間ぐらいしか編まないとどうなるかっていうね、それで動画を作るとどうなるかっていうのをちょっと実験でやってみたかったんですけど、編集はめちゃめちゃ楽になります。楽になるんだけど、ちょっとやっぱ物足りないっていうかねって。私の中でも、もうちょっと編みたい、もうちょっと進みたかったみたいなね。はっきり言ってこのバッグ、1日でできますからね。で、ここまで来たのかな？直前まで。この金具の直前ぐらいかな。もう一段行ってもいい。で、こうやって悩むとね、また時間が消費されちゃう。もうこれやるぞって決まってる時ならいいんだけどね。まあ、いいや、ここでやめとこう。で、ここまで来たらまた1、2、3目編んで、くるっと。くるっと回して、はい、また長編みを編んでいきます。おそらくこれ、2、3段ぐらい。4段ぐらい。もう、糸がね、先になくなるんじゃないかなと。ちょっと心配しております。よ。よいしょ、よいしょ。足りればいいんだけどね。よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ。うわ。いや、これね。いや、これ。いや、この糸ね、意外と滑るんですよ。滑らなさそうで滑る。だからね、針から、金属製の針だと、シュルって抜けるんですよね。で、ここ立ち上がりの3目あるので、後ろ向いてるので、裏山と上半目すくって、細編み、あ、細編みじゃない、長編み。で、また鎖編み3目で立ち上がって、またくるっと回して、よいしょ。ちょっとこっから数えていこうかな。1。いや、1。柱1、2。で、はい、3目。はい、4目。はい、5。6。はい、7。8。はい、9。はい、10。おい、おい、ちょいちょいちょい。ちょい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 。ちょ、ちょ、ちょ。ちょ。10で11、チュッ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 、いいよいいよ、11、うちゃんね、滑る、11、12、13の1個、14、
で今なんで数えたかというと、こうやって次ボタンつけるねところをどこにするかを考えながら編まなきゃいけない。今14あったので77に分かれはるはずですよね。じゃあな、まず7編みます。123編んでくるっと回して、まず7編む、はい、でこれが1目なので、次2で3 4よし5 6 7ここがちょうど真ん中になるはずです。なんでここで鎖編み1つかな、1つして、でまた次のところに長編み、そうするとほらちょっとだけ見づらいけど、ほんのちょっとだけ穴開きます。このぐらいでね十分通るんですよね、ボタンがこうイイイイイって。で多分伸びてくると思うので、このぐらいでちょうどいいかなと。であとはまた何も考えずにイイイと7編んでいけばいいかなと思っております。それでね結構いい感じに今ね6まで編みました。これいい感じだと思うんですよね。もう一段あった方がいいかな。いやでもねもう一段もう多分糸がないと思う。で何をしどうしよっかね。まあいいや。はい。でここで3目最後ね、ここから7目まで編んで、最後鎖編み3目して、この下の段の鎖編み3目の3目目を拾って引き抜き編みしちゃう。なんかその方がこことここの角が同じこうカーブを描くので、あまり違和感がないなと思いまして、とりあえずこれで蓋部分完了。あの細編みとか細い糸でこれ編んでいくと、こうなんて言うんでしょう、ピニョンってなるんですけど、この糸ならないの、そこはね、そこだけはね本当優秀と思いましたよ。で、あとはここだなっていう場所にボタンをつけて止めれば完了かな。完了かな。な、止めれるのかな、私の腕前で。私の裁縫の腕前で止めれるのかな。ここだな。適当だな、相変わらず。よいしょよいしょ。どうしようか。この糸で本当はつけたいんですが、つけれるかな。あ、いや、つけれない。これ、こうやって、本当に、ふわっとばらけちゃう糸なんですよ。なので、できなかった。はい。よし。なので普通の、まあ、絹糸というか糸でつけます。で普通の針じゃなくて、これね毛糸針の細いやつなんですけど、このボタンの穴に入ったので、これでもうね普通の針にね糸通せなくなってきました。なのでちょっと今日はこのよいしょ毛糸針の細いやつで勘弁していただきたいなと。よっ。じゃあこれは、いやこれだけはって思うんですけど、ダメかな。これだけは勘弁してくださいって思うんですけど、
勘弁にならないよね、きっとね。よいしょ。私にね、針と糸を使わせちゃいけない。真面目にやばい。もうこの時点でもう。うん、まあなんとなくついたってことで、後でまたうち娘にやってもらいますんで。うん、なんとなく形が分かればなくらいでお願いいたします。ほんとやばい。なかったことにしてほしい。本当にこの部分だけは。本当にカットしたいけど、頑張る。で、帰ってきたら娘にちゃんとやってもらいます。このボタン付けだけは、お母さんだけは本当に触らないでって言われてるんで、ボタンの。あー、もう絡まった。はい、うん、なんとなくね、感覚、あ、ボタンこうやってつくんだな、あ、ここにつくんだなぐらいで持ってくれればいいです。泣きそう、本当に。要塞に関して本当に。で、あとこれは糸始末を普通にします、後で。で、よいしょ。ねえ、これなんで取ってたかっつったら、こうつけるの簡単なんで、ね、こうせっかく買ったバッグでも、あ、このパーツもったいないなって、こう処分するときにもったいないなと思ったパーツをこうやって取ってあるから在庫が増えちゃう。そこが悪いところでもある。でもこうやってね、使えるので、はい、こんな感じでできましたね。はい、ボタンのところは見ないようにして、ボタンでも外せて、で、こう、はい、こんな感じでございます。はい、3日間ねお付き合いいただいた実験動画、ノーカットノー早送りで、約10分間かな、まあ10分か12分とかね、まあ、そこら辺なんですけど、で、作るとこうなるという動画でございました。うん、だからこれあれなんですよね。あれなんですよねっていうか、大物とか作るときにはちょっとね、向かないですよね。私自身ももうちょっと、もうちょっと編みたかったのにっていうのもやっぱりあるので、まあ、これを踏まえて今後ね、どうやって動画を撮影して、動画を編集して、どのようにして皆さんの方にお届けするかっていうのを、まあ、一つの参考にしたいと思います。はい。ね、今日はさらっとっていうのもこのぐらい、結局編むのってこのぐらいの時間、ね、ノーカットでお届けするとこのぐらいしか編めないってことで、いかに毎回ね40分50分編んでましたから、まあそれよりはね全然進みが遅いので、ちょっと物足りないなと思うと思います。はい、それはわかる、分かってる。まあこんな感じでまた明日何かやっていきたいと思います。それじゃあまた明日、じゃあ。